刀斎の頬にまだ十字傷はあるのか。これは警察に対する明らかな挑戦だ。一体誰がこんなひどいことを。まさか。だったらどうする。やはり話すべきでござるな。首謀者の名は幸代栄にし、拙者がこの手で惨殺した妻日村巴の弟でござる。え、あんな辛そうな剣士初めて見た。さあ陣中の時間だ。これ以上他人を巻き込むのはよせ。苦しめ苦しめ。俺の仇はお前一人ではなく、お前の全て、このクソみたいな国の全て。私は剣心を殺しても玉井さんは戻ってこない。一人で戦うなんて身内さえで。これは俺の仕事だ。お前さん、ついにこの時が来たよ。立て抜刀斎、お前を止めねばならぬ。るろうに剣心最終章ザ・ファイナル。